マクリのキルダ・ジュリを目標にというふうな競輪だったんですが、ここは一旦山本がレースを動かしていきそうです。短期での戦い、うまくいい位置を取って一撃狙いたいところでしょう。山本健也が抑えました。あとは内を救うような形になりますが、9番の杉山どうでしょう。一旦3番手を伺ったのか、もう一度戻して、結局5番手金が入っておりますが、まだまだスローペース。ここは展開乗り生かしたいところでしょう。3人揃った地元、引っ張る3番の鈴木博之、まずは抑えて先行態勢。あとは山本健あたりがどう絡んでいくか。3番手がいや4番手になりました。地元3人がごっそりできりました。あとは杉山、出番が来ますか。さあ4番手からのまくり。さあ杉山号がまくってまいりました。3番手から2番手を伺っていく。さあ7番優勝は対応できない。まくり切ったのは9番の杉山。あとは5番の徳吉と、さあ福岡のワンツー体制、切り替え7番の吉野という体制になった。番手から5番の徳吉に先頭変わった。5番、9番、7番です。動きはありませんか。それからあとは短期の紙吹き越し、まだ様子を伺っているようで、後方から。さあ前の方ですが、8番の中村が先頭に出ました。6番武井勝利から2番の細川と、地元勢がこのまま主導権を取っていくか、あとは紙吹き越し直樹の位置取りということになります。さあその前に中四国の2人が行って、6番手のまま1番の紙吹き越し、あとは後方に5番の吉川祐希が7番手。ああ、吉川が腰を上げて一気に叩いていきそうな気配でありますけれども、さあ前の方もかかっておりますが、8番の中村、さあ反撃に打ってたら5番の吉川祐希は、一旦この辺り4番手で体勢立て直すか。いや行く、前に行く。5番の吉川がまくって、さあ現在2番手横辺りまで行った。さらに行く、まくり切ったが5番の吉川、そしてこれによっていく7番の岡田、さらには後方からは4番の船本という体勢になりました。さあ吉川から、それから岡田に、その岡田が抜け出しを狙っていく。完全に抜け出した。7番の岡田圭人、1着で5人、あとは1番車。そして滝本が攻め上げていこうというところです。番手を上げていく3番の滝本が口火を切っていきそう。2番広田を抑えてできりました。3番の滝本から1番河野、広田は早めに引いて、さらには8番の川島がどうでしょう。ラインは2人ということですけれども、積極的に攻めていくか、先行勝負に持ち込んでいきそうです。さあ3番の滝本は一旦体勢立て直しました。それから2番の広田も反撃に打って出まして、さあこの辺りは広田、それから川島、力比べになりますが、この辺りは2番広田に軍配。さあ8番の川島は現在4番手の位置になりましたが、さあ余力はあるかどうか。それから3番の滝本が後方6番手という位置になっています。さあ体勢の方は縦1本、しかしながら3番の滝本がまくり、さあこのまくりは決まっていくか。現在4番手から3番手を伺っていく。まだまだ前は3人、あと2人といったところでありますが、力尽きたがどうでしょう。先頭は2番の広田、番手絶好からは9番、それから外から7番の平田、ライン3番手からの強襲でした。並びかけたんですけれども、力尽きてしまいました。ここはどう攻めていきますか。4番の菊谷から1番の窓窓、近畿2人が攻め上げていって、あとは6番の森はどうでしょうか。ラインは3人、この厚みを生かしたいところでしょう。あと内側中段あたりで5番のトレキミハル、さあ6番の森が先頭に出ました。金を迎えます。あとは7番の山田純也、ここも積極的に攻めていきそうな動き。さあ前のめりかかっていますか。6番の森、勇気を叩いて山田純也ができりました。さあ再び先行勝負になった。2番の水谷が続く。あとは森、このチャンスを生かせるか。3番手、それから人気のトレガー、現在のところは8番手、ちょっと苦しい進化が問われる。さあこのまくり決めるか。穴井は追えない、ついていけない。さあ短期まくりになった。さあ5番のトレガー、山を越えて山を越えてまくり切りました。あとはもうこの辺り2着争いが焦点になってくる。さあ切り替え2番の水谷あたりか。さらに外からは3番の岩本、先頭足を5番、あとは3番2番です。
さあ、初戦は彼先行、まくられはしましたけれども、3着に粘りました。1番の原田玲がマークに入ります。さて、福岡コンビがじわじわと前を伺っていきますが、一旦吉武に牽制を入れるような形ですが、給金勢4人を叩いていって、さあ原口が出ました。あとは4番の吉武あたりが、ここは果敢に攻めていきそうですが、どうでしょう、合わせにかかりますか。9番の原口、さあ力比べになりましたが、こうなってくると市村の出番です。さあ隊列の方も若干短くなっている。さて力比べ続く。さあひるまずもがき合っていく。さあ原口、それから吉武、まだ決着がつかないか。さあ待ってました、7番の市村の一撃、これが決まっていきそうです。あとは2番の中井が続いて、5番の北村と、さあ中近勢がワンツースリー体制も、さあ3番の小川あたりが絡んでまいりました。さあ5番の北村が失速、先頭は番手から2番の中井に変わったが、2番7番3番あとは3番の松岡慎之助。さあ松岡が初戦同様に積極的に攻めていきますか。堂々の押し切りを見せた3番の松岡慎之助でありますけれども、一旦牽制受けまして、体勢立て直してもう一度、さあ組んでいく3番の松岡慎之助、今日も先行勝負。さあ縦の足もある1番の三岡が松岡の番手回り、7番の表と中部勢が完全に出切りました。さあ9番の水戸はここはバック7番手、後方7番手に置かれました。それから6番の高橋は中段4番手という位置になる。さあ体勢の方は縦1列になりました。風を切っていく3番の松岡、さあ水戸、相性のいいこの豊橋バンクでその力見せられるか。さあ来まくりは6番の高橋、さらには9番の水戸のまくり、これが決まっていった。中部勢を完全に飲み込んでいってワンツー体制になった。さあ9番の水戸、それから番手2番の森岡が追いすがりますが、振り切りました。9番2番、あとは1番の三岡です。一旦牽制入れた5番の小林ですが、まずは抑えて9番の小原忠。初日は金線香を打っておりますけれども、さあ再度果敢に攻めていくのか。体勢の方は前後布陣入れ替わりましたが、小林が再度叩いていこうというところ、合わせに行きました。さあ小原、ここはいい位置取れればいいんですけれども、まずはどうでしょう、どのあたりで粘るのか。小原は引き切らずに、ここは3番手争い。さあ、このあたりは食い下がって分断狙っていきそうです。さあ、かましていくのは1番の青森信也のかまし。これがどうでしょうか。さあ、中近勢を引っ張るような形になった。あとは5番の小林文也、この展開乗り生かしたい。あとは4番手、内目に9番の小原忠はちょっと苦しい状況。前に車を出していく。外からは6番の三宅はそのまま。さあ、9番の小原は現在3番手打ち。さあ、中割れるか。さあ、先頭は5番の小林、さらに外から3番の佐野。佐野です。佐野が1着。佐藤和信を突っ張って出たんですけれども、最終的に叩かれてしまいました。その悔しさ、ここでぶつけられるか。九島が先頭に出ました。あと松山も攻めるのかどうか。2番柳田和樹は引き切って、今日はまくりに構えていきそうな気配。体勢は縦1列で前後布陣が変わって、九島が先行体勢に入る。それから5番の松山が中段に、あとは2番の柳田は後方7番手、じっくりと仕留めていこうという体勢か。さあ体勢の方は一本棒となっています。風を切っていくのは4番の九島、バンテリーは3番の佐竹和也、それから7番の梶尾が3番手。さあ2コーナー4番手、立ち上がりからまくっていく5番の松山、あとは2番柳田もやってくる。さあまくり合戦になった。さあ1番の三浦がサポート見せられるか。しかしながらその横を通過。さあ2番柳田が力を見せる。松山を捉えた。2番の柳田に先頭変わった。あとは9番三上が追ってワンツー。9番の三上かわしたか。2番の柴崎が谷口を目標に、
それから7番の松崎がこの中部の3番手回り。さあ一旦ここは西国勢に牽制を入れていくこの中部勢。前で構えたのが埼玉勢、9番の池田勇人はどう攻めていきますか。谷口が叩いて出ました。積極がけか、谷口が先行勝負。それからどうでしょうか。あと別線の動き、小川が今日は攻めに転じました。さあ積極がけ、ここは果敢に小川雄二が叩いていきます。それから4番の谷口はどうでしょう。まずは9段あたりか、すかさず9番の池田勇人も反撃に出ますが、さあこのあたりは2番の柴崎が波を作っていく。さあ池田はちょっとコースを消されてしまったような状況になった。さあ4番の谷口は絶好4番手の位置。さあ力残っているかどうか。先頭は6番の小川雄二、番手からはベテランの1番西川、3番手からは8番の三木、内を作って7番車も突っ込んでくる。さあゴール前2人が並んだが、1番の西川か、あるいは柴崎あたりも追い込んでおりました。まずして4番の佐藤雄一。さあ昨日はまくりに回って牽制を受けてしまいました。出番なく終わっただけに、ここは積極がけか。4番の佐藤雄一、7番の斉藤達也から2番の川崎と神奈川2人がラインを固めていきます。一旦9番の伊藤が中段あたりちょっと窮屈な位置、藤田が牽制を入れていきますが、さあコースを作っていって、ここ伊藤慎はどうでしょうか。攻めに転じていくのか、まだ様子を見ています。さあ杉本追えないか、結局短期でのかましのような格好になりましたが、さあ5番藤田車下ろせないか。一旦ここは4番手なんとか下ろせました。さあ4番の佐藤雄一、さあここから9番の伊藤慎、さあ河村を連れて近畿ワンツーを狙っていく。さてどうでしょうか、このまくり。9番伊藤慎のまくりが決まりました。あと続くのは3番の河村、それから追ってくるのは8番の関谷あたりが、さあ番手からは3番の河村が抜け出していった。3番河村1着で合輪、3番9番8番という体勢。一旦行きました。さあ今日も積極的に攻めていくのか。中部勢が前へ出ます。地元2人を連れて松岡敦也が先行勝負に持っていくか。6番の酒井は発進のタイミングを図っております。さあここから行く6番の酒井、さあ合わせに行く9番の松岡、この2人力比べになるか。さあどうでしょうか、一旦ここは体勢立て直します。さあ6番酒井健三が叩き切りますが、どうでしょう松岡、まだ緩くあるか。さあ井の端が迎え入れました。さあ射程圏内に収まった。それからあとは8番吉沢高校、8番でちょっと苦しい状況に置かれてしまった。車間を切っている3番の旗団、あとは中段あたりから9番の松岡、ちょっと車が重い感じになってしまった。あとは高校から8番吉沢、吉沢のスピードが光っている。さあ吉沢のスピードが光って前段を飲み込んだ。あとは2番のオールマド、埼玉のワンツー体制になった。圧勝8番の吉沢、あとは2番1番。